国際核融合材料照射施設は、核融合炉での使用に適した材料を試験するための国際科学研究プログラムである。幅広いアプローチ協定の一部として、工学実証、工学設計活動が進められている。アイフミフエイバダは、青森県六ヶ所村の国際核融合エネルギー研究センターにおける、原型加速器の実証試験と、茨城県大洗町における、 リチウムループのスケールモデルの製作、試作運転等の要素技術開発からなる。アイフミフエイバダ後の計画は未定であるが、将来的には大きな中性言葉を生み出す。核融合中性資源として、粒子加速気筒からなる統合システムを運用し、核融合炉環境に近い条件における材料の照射効果について試験する。アイフミフは、 核融合実験炉 ITER の建設に役立つことはないが ITER の後の商用核融合炉のための重要な情報を提供する見込みである。IFMIF 計画の中心は長さ約50メートルの2本の平行する重水素原子核のビーム加速器の開発である。重水素原子核がリチウムターゲットと接触した時に高エネルギー中性子に変換され、 材料資料と試験部品に放射線を照射する。重水素見え水素核融合反応で生じた自由、中性子を示す。融合炉のために開発する材料は、プラズマ閉じ込め実現の困難で重要な問題として、長い間考えられてきたが、その割には大した注意は払われてこなかった。融合炉内の中性言葉は加圧水型原子炉のおよそ100倍あると見積もられていて、 融合炉のブランケット内のそれぞれの原子は、その材料が交換されるまで、中性子が叩きつけられて、その位置が元あったところから移動してしまうことが100回程度は発生する。さらに高エネルギー中性子は、様々な核反応の過程で、水素やヘリウムを作り出し、これらのガスが材料中の粒界面で泡となって現れるために、スウェリングやブリスタリング、 もろ性を生じることになる。もう一つ望むなら、一級の成分を選んで不純物が、元で透明な放射性廃棄物を作らないようにしたい。とにかく、機械な力や温度が高くそれらが何度も繰り返し、起こる環境である。問題は悪化させられる。なぜなら、現実に即した部材では、融合炉と同じように、長期間、中性子束にさらさなければならないが、そのような中性資源は、 融合炉と同様に複雑で高価なものである。適切な部材の試験は ITER では行われず、IFMIF IF で扱われる。炭素が使用される場合、物理、化学双方のスパッタリングに起因するエロージョンの速度は1年あたり数メートルにも達する。そのため、スパッタされた材料が再上着されることに頼らなくてはならない。再上着される場所がスパッタされた場所と、 対応関係にあるわけではないので、炭素の持つ、使用に教師がたいほどのエロージョン速度という問題は、拭いされない。さらに大きな問題として、炭素の再乗着の際に、見え水素が一緒に乗着されることがある。炭素の再乗着層に取り込まれた見え水素と炉内の、チリはすぐに数キログラムのオーダーの量に達する。これは、 燃料が再上着で失われることと事故の際に極めて深刻な放射性物質汚染の問題を引き起こすことを示している。各融合関係者の間では炭素は各融合実験においては非常に魅力的な材料ではあるが PFC 材質として第一に選択すべきものとはなり得ないだろうということが共通認識となっている。タングステンのスパッタリング速度は 炭素のそれと比べて何桁ものオーダーで小さい。また、スパッタされた後最上着したタングステン原子と見え水素は結合しがたい。このような性質からタングステンはより望ましい選択肢であるとされる。一方、プラズマ中にタングステンが不純物として入った場合、それは炭素より損傷を与えやすく、タングステンの自己スパッタリングが進行しやすいと考えられる。 そのため、タングステンと接触するプラズマの温度が高くならないようにすることが非常に重要であると考えられる。タングステンはまた、渦電流の問題や放射化に起因する通常では起こらないような、溶融などの不利な問題を有している。ありがとうございます。